はい、皆さんこんにちは、横マックスです。今日はですね、2017年10月14日の土曜日です、今日はですね、ヨドバシカメラの方に行ってまいりました。久しぶりなんですけど、ヨドバシカメラの方に行ってですね、ちょっと今までちょっと買う予定ではなかったあるものを急遽購入してしまいましたので、ご紹介したいと思います。何かと言いますと、じゃじゃん、もう早速紹介します。ね、反射しちゃって見えないや。はい、で今回購入したのはこちら、加藤の D51-498号機になります。デゴイチです。あのデゴイチです。だいぶ前からコメントいただきまして、あの蒸気機関車は買わないんですかってコメントを結構いただいてたんですよ。で当時は買うか買わないか、買わないかもしれませんって言ってたんですけど、ちょっとデゴイチはね欲しかったので、それがしかもねちょうど今月発売されたそうなので、ちょっとこれは買おうかなと思って今回急遽、衝動買いというかしてしまいました。で価格が、1万300円でした、ヨドバシカメラさんで。ちょっと高いかな、まあでもしょうがないですよね。でちなみにこれはですね、一応ヘッドマークとかが付属してるそうなので、まあちょっとね楽しみですね。じゃ早速ね開けていきたいと思います。はい、では早速ねこちら開封していきたいと思います。加藤のデゴイチ、ちょっとケースがね、あの反射しちゃってるんですけど、早速開けましょうか。反射しちゃうんでよしと。でまずですね、こんな感じで、はい、入ってます。いただきます。おー、かっこいい。 SL はちょっと初めてなんですがね、すごいなんかリアルですね。ちゃんとこの部分とかもね再現されてます。で、ナンバープレートはもう取り付け済みでございますね。で、ちょっとこれ取り出すのがねちょっと面倒らしいんですが、この紙をゆっくり引いて車両取り出し、って書いてあるんでね、ちょっと面倒くさいんですがちょっとやってみますね。どういうことかな、ちょっとよくわかんないですけど、まずこれを取り出して、で、このスポンジみたいなやつをね、あ、これでいいのか。おー、ちょっと怖いな。なんかパーツ落ちちゃったらちょっと泣きますよ、僕。あ、で、ここに、ヘッドマークがついてますね。あの、自分で取り付けるっぽいんですけど。とかそういうパーツが入ってます。で、本体が、ちょっと暗いですね。ちょっと暗いので、すいません。次回からこんな感じで電気をね、ライトをつけます。こんな感じです。よく見えますか、今度。はい、いろいろ細かく再現されてるんですけど、僕はね全く SL に関して詳しくないのでちょっと分かりませんが、こんな感じです。ここがこう折れそうなのでね、ちょっと注意した方がいいですね。正面がこれかっこいいですね。どこを見ていいか分かりませんけどね、ちょっと反対側も見ていきましょうか。本当に落としたらやばいね。はい、こんな感じで、もう車輪がいっぱいついてますね。そして、後ろ、おー、かっこいい。これ赤くなってる。はい、ということで、こんな感じですね。早速ね、レイアウトに、レールに乗せてみたいと思います。はい、こんな感じで、レイアウト、新レイアウトなんですけど、まだね、紹介動画出してませんが、こんな感じでちょっと乗せてみました。対線に止まってますが、こんな感じです。ちょっとね、これライトをまずつけてみましょう。あ、そっか。走らせないとこれライトはつかないんですね。機関車なので。こんな感じです。ちょっと走っちゃいますが、こんな感じです。ちなみに後ろはどうだ？これは後ろつくのかな？ついたらすごいですけど。あ、後ろはつかないか、さすがに。で、こんな感じでライトつけます。おー、かっこいいね、やっぱり SL は。本当にね、Nゲージで SL 初めてなので、かっこいいですね。なんかジョイント音がすごいわ。なんか車輪がいっぱいあるんでかっこいいですね。ああ、行っちゃったよ。ちなみに新レイアウトはここ複々線になってます。ここだけ。おお、そしておお、鉄橋渡りました。すいませんね、うまく建物が多くてトンネル入っちゃいます。
はい、戻ってきました。いや、かっこいいね、動きが。やっぱり SL はやっぱね、この SL はね、速く走らせるよりね、ゆっくり低速で走らせた方がこう雰囲気出ますよね。このぐらいの速度がちょうどいいんじゃないかな。遅いかこれじゃ。でもちょうどこのぐらいがなんか落ち着いてていいですよね。この SL とこのね、風景がね、なんか合ってないっていうのがね、ちょっとあれですけど、まあそこはご了承ください。カナチューバスと SL っていうのがまたね、違和感がやばいですよね。おー、かっこいい。いやー、すごいですね。まあ、次回はね、まあ機関車だけだとあれなので、12系の客車をこれにね、連結させて、こいつに引っ張ってもらいたいと思います。はい、ということで、初めて、機関車、デゴイチ購入しました。いやー、めっちゃかっこいい。はい、ただ取り出すときとかね、これ、ちょっと大変だったんで、まあ、そこは注意して、していかないとね、パーツ折れちゃったりとかね、あるので、まあ、そこだけ注意して、やります。それでは、さよなら。